どうにかして。お、ん、彼は。なぜ二人が。キャベツがまだ残ってたよな。キャベツだけでは何もできませんね。やはり二人は師弟関係にあるのか。先生はそうおっしゃりたいのですね。そこまで言ってないんだけど。勉強になります先生。なんとチャランコとは大違いじゃな。ベクシュー。ああ、お前が肉とか言うから肉食いたくなってきたじゃねえかよ。おっす。あ、大したもんじゃな。なんだよこのじいさん、急に黙って行く。はい。時に埼玉君、君に死はいるのかね。何、流派がマイナーだからとて遠慮することはない。死も何もねえぞ。では一体どうやってその強さを手に入れたんだ。今度うちの道場に遊びに来てみんか。え、興味を持つかもしれんぞ。いや大丈夫。これわしの道場の住所、明日は予定開けとく。明日な。お先生。なぜこん。 あの手のじいさんはしつこいからな。あんな感じでやり過ごさねえと後々面倒なことになんだよ。だが油断は禁物じゃぞ。突きあり。先生。猫かと思ったらビニール袋だった。しかもせっかくの肉がトラックの下敷きになっちまった。はあ、そこの二人、食材にお困りかな。あ、うん、奇遇だな。うちも焼肉のタレならあるぞ。道場はどこだ。ふん、もらおうと思って。分かったから早く肉くれよ。お前は一体何がしたいんだ。おい、だから肉はよ。勝負に勝ったら食わせてやるわい。チチャランコ、読み手をやれ。はい。ぬ、はい。これが武の神髄じゃよ。取ったぜ。なるほど。これは古くから我が道場に伝わる鍛錬法であり、組手競技の一種じゃ。叩いてかぶってじゃんけんポン。まず一本。まだまだ青いわ。変われジェロス。叩いてかぶってじゃんけんポン。くそ、もう一回だ。いいじゃろ。もう一回だ。なんてパワーじゃ。ずりーぞ、避けるのありかよ。わしの負けじゃ。んじゃ次で決着つけようぜ。ん、肉はどうするつもりだ。最初からやるつもりじゃったよ。え、しかしどうじゃ二人。そう、これが武道の神髄じゃ。バング先生。